黒さんだととりあえず白鷺行ってこいよ。白鷺行ってく？うん、いいよ。だってそっちの方が多分空いてるでしょ。じゃあ行くか。どこでもいいけど、なるべく一番最初に外側で見えるところに座ってほしい。あ、オッケー。頑張って。おしの工藤、ずっと浮かせろよ。多分あれだな。黒さん。お、しまった。工藤だけ見えるんだとりあえず。あいつ全力尽くし気満々じゃねえか。この辺で引いてみるか。お、上がった上がった。さあ、彼らの全力を見るときが来た。ってことは工藤と星が別々に乗ってんのか。あ、星がいた。あ、後ろに工藤いる。お、余裕だなあいつ。さすがチャリこぎ慣れてんなあいつ。中は一駅間ずっとチャリこいでねえよ。今なんて言うてるあいつは。おお、ノリノリだな。下がってきた。終わりかな、そろそろ。帰ってきたぞ。さすがお前は伊達にチャリ漕ぎ慣れてねえな。あれさ、漕ぎづらいの。あ、そうなの。すごい漕ぎづらい。ら一生懸命俺ペダル直したもん、こうやって。あ、そうなの。やりながら。あ、ペダル回んの。いや、つうかね、ちっちゃい、すごいちっちゃいから。ちっちゃい。子供用なの。すごい漕ぎづらい。三輪車漕いでるよもん。そう、あまりに漕ぎづらくてさ、しかも別に重くないから軽いんだよね。すごい軽い。軽すぎるからすぐずれるんだよ、後ろ。あれ、そういう感じなのか。必死、マジだから、余裕がなかったらこうやってやってたけど。いや、マジ何みたいな。もうこれやった後にもう 全力だよね、ずっと。あ、なるほどね。あ、だからお前らさ、急に全力になるのか。そう、こうやってさ、吉田の方にはこうやってやってたけどさ。